準備してきたディフェンスとかも結構できたと思うんですけど、後半の詰めの部分とか、ファジーカス選手に結構やられた部分もあったし、最後の場面で、自分たちのターンオーバーとか、そういう最後の詰めの部分が、足りなかったかなと思うので、それは、チャンピオンシップに向けていい経験になったんじゃないかなと思います。ファジーカス選手には26点を結果的には取られたことにはなりましたが、ただ2桁得点を挙げた選手はそれ以外はいなくて、結果的にはある程度ビッグラインナップに対応できていたという評価にはなりますかね。そうですね、そこを前回天皇杯ではすごい、ビッグラインナップを気持ちよくやらせてしまった部分があったんで、そこをにフォーカスして今回戦って、ファジーカス選手には結構やられましたけど、ガード陣がつく場面が多かったんですけど、高さの部分でやられる部分は多かったですけど、だけどフィジカルな部分では結構戦えてたと思うので、あとはそこでどうローテーションするとかっていうのを、また明日に向けてしっかりまたスカウティングして、そこをまた抑えられれば、26点も取られなければもっといいゲーム、自分たちのゲームができたんじゃないかなと思うんで。一つ第3クォーターのところでなかなか難しい時間帯が続いたと思うんですけども、あのあたりっていうのは攻守の部分で、どういったところがちょっと難しい、展開を難しくしていたというふうに振り返りますか。そうですね、結構相手は、インサイドインサイド来てたんですけど、自分たち結構いいリズムで、ボールも回ってたと思うし、だけど最後の部分で、スリーポイントが入んないとか、そういうのが、自分たちの一歩その流れを持ってくる、きっかけにならなかったっていうのが、その、スリーポイント、いい形で打ってたけど入らないっていうのが、その行ききれなかったところかなと思うんですけど、でも打つべきシュートは打ってたと思うので、はい。このあたりの動きだったり精度のところっていうところは、第3クォーターと第4クォーターにどのような違いがあったというような振り返りになりますか。そうですね、よりでもディフェンスでのミスっていうのがより4クォーター目少なかったと思うし、あとは、その高さの部分でやられるそうな時もあったけど、なんですかね、フォローし合いながら、だけどそこで諦めることなく、リバウンドを取りに行ったりとかっていうのが良かったと思うし、あとはやっぱり4クォーター目はトランジションで結構、3ポイントだったり、いい形で打ってたりとか、トランジションでの得点が多くて、それが自分たちの、最近いいリズムになってるんで、それは、3クォーター目に少なくて4クォーター目に結構出したのかなっていうのはあります。CS も見据えたときに、負けはしたけどこういう展開のゲームを経験できるっていうのはやっぱり意味があると思うんですけど、そのあたりっていうのは遠藤選手、今日コートでそういう展開をやった上でどういうふうに感じてますか。そうですね、ああいう最終場面での緊張感のあるゲームっていうのがここ最近全然できてなかったんですけど、川崎相手に、しかも、この前負けてるっていうのもあったんで、そこででも最終場面で、誰も諦めることなく、ルーズボールだったりとかリバウンドだったりっていうのを本当最後の最後まで戦えたっていうのは、本当最近のゲームではなかった、なんですかね、エナジーのあるゲームだったと思うんで、そういうのは、次につながる、明日またしっかり自分たちでやるべきことをやって、また次の秋田戦につなげて、またそれがより良くなっていってチャンピオンシップにつながればいいなって思います。今日の第4クォーターの3ポイント決めたところもすごく大切だったと思うんですが、遠藤選手今年ディフェンスだけでなくまたさらにオフェンス面もというふうに頑張ってきたと思うんですが、はい、ここまでのこの自身のオフェンス面というのはいかがですか。そうですね、正直あんまり納得のいく、オフェンスに関しては納得いくシーズンじゃないんですけど、だけど久しぶりにああいう局面で自分に任されるような、フォーメーションを組んでもらって、それを決めきることができて、なんかすごい
久しぶりな感じがして、まあ、自分的には、なんか良かったというか、まあ、決めきれて、まあ、自分のリズムにっていうか、そのプレーに対しあのオフェンスのプレーに対して余裕を持って、まあ、次なんですかね、あの後からできるようになったので、まあ、そういうきっかけが今まで全然なくて、まあ、自分のリズムをつかめない試合っていうのが本当に多かったんですけど、っていうかほぼそうだったんですけど、だけど、まあ、チャンピオンシップ前にこういう自分自身に自信をまた取り戻せたっていうのは、まあ、あの一本だけでしたけど、まあ、その取り戻せたかなっていうのはあります。これでもファンの皆さんにも伝わった一本だと思うんですが、明日はまあレギュラーシーズンではホーム最後の試合となりますけど、その最後の試合にかける思いはいかがでしょうか。そうですね、まあ、今シーズン2連敗で、まあ、してきてないと思うので、なんでその、まあ、川崎相手に、まあ、この、まあ、今年天皇杯も勝ってないし、まあ、今日も勝てなかったし、まあ、本当にいいイメージでチャンピオンシップでも戦えるように明日しっかり勝たなきゃいけないと思うし、まあ、あとはホーム最終戦で、まあ、今日は、まあまあ、接戦になったんですけど、だけど、まあ、自分たちらしいゲームっていうのはできたかなと思うんで、まあ、明日もしっかり準備をして、まあ、最後しっかり勝ち切って、本当にあのホーム最終戦を勝ち切れるように、まあ、みんな強いメンタルを持ってやっていきたいですね。前節の終わった後に、優勝を決められて CS も決められたわけですけれども、まあ、今日の川崎戦に関しては遠藤選手ご自身はその CS に向けてどういう位置づけの試合というふうに捉えてこの試合に臨まれましたか。そうですね、自分的には、まあ、チャンピオンシップのつもりで、まあ、最初から、まあ、激しくいこうっていうのはあったんですけど、まあ、そうですね、みんながそれを思ってプレーしたか分かんないですけど、だけど、まあ、相手の得点的にも、まあ、自分たちのディフェンスを出せたゲームだったのかなとは思うので、まあ、そういう、まあ、チャンピオンシップを見据えたというか、まあ、自分的にはチャンピオンシップだと思ってプレーしました。あの会場の BGM で、今まではあのディフェンスコールっていうのをあの今まで拍手で確かやっていたのが、今節からあのファンの皆さんの声を録音したものになったっていうふうに伺ってるんですが、それ、はい、あの気づかれました。はい、なんか声が入ってるなっていうのは気づきました。はい、なんかあのちょっと誘導質問みたいになりましたけど、何かそれでなんか気分がなんか変わったとか高揚したとか何かありますか。そうですね、やっぱ拍手だけとは違って、まあ応援の厚みっていうのがすごいあって、まあ、本当にまた久しぶりにこういうああいう雰囲気で、しかもまあ川崎相手にできたっていうのは本当に久しぶりの状況だったので、すごい、まあ、こういうゲームな、あの接戦のゲームをすごい、まあ、楽しみながら、まあ、ファンの皆さんの声援もありながらっていうのはすごい楽しかったですね。まあ、あの4クォーターの終盤に決めた3でちょっと自信取り戻したっていうことを今おっしゃってましたけど、その今日はライアンが最後ラストショットを打ちましたけど、まあこういう局面の時に遠藤選手は自分も打ちたい、打って決めるだけの自信はあるっていうふうに思ってますか。そうですね、まあ最後の場面で正直打ちたいっていう気持ちが、まあその前に決めてたし、まあ決めたいという気持ちはありましたけど、まあ、コールされたプレーを、まあ、全うしてやるっていうのも、まあ、自分がしなきゃいけないことだと思うし、まあ、1点差だったので、まあ、3より、まあ、確実な2点を、まあ、ファウルもらったりとか、あとは2点を取るっていうことを考えたら、やっぱ、まあ、その前にドライブで、なんていうんですかね、切り崩したりしてた、まあ、比江島だったりライアンの方が、まあ、確実性があるかなっていうのは、まあ、思いましたけど、はい、あの遠藤選手から見てブレックスっていうチームはもしかしたら5人全員がゴートゥーガイになれるというふうに思っていいでしたかね。そうですね、まあまあ、最後の場面とかは、まあ、誰が打っても、まあ、いい状況だったと思うし、そうですね、まあ、誰が
誰が何ですかね打ってもまあそういう打つ何ですかねシチュエーションもっといろいろバリエーションがあると思うんですけど、だけど誰が打ってもまあ外れるときは外れるし入るときは入ると思うんで、はい。まあそういった状況をこれからまああればより質を高めていければというところですね。そうですね。より良い何ですかねシチュエーションで打てるようにっていうのは。まあまあ、タイムアウト取らなくても自分たちでできるようなっていうのは、まあ、チャンピオンシップでも必要なのかなと思います。一つだけなんですけど4クォーターのところだけで見ると、まあ、リバウンドもチームとして15個取れてるし、まあ、3ポイントも13本打てて、て、まあ、30% ぐらいの確率はあると。これまで今シーズン川崎とやった試合っていうのはどの試合もディフェンスはいいけどオフェンスがっていうところがちょっとなかなかあったと思うんですけれども、うん、まあ、4クォーターのこうあれだけの攻撃のパフォーマンスで今後川崎とやるにあたってのなんかヒントになるとか、参考になる部分っていうのが何か感じたらチームとしてですけど教えてください。そうですね、まあ、天皇杯ではその相手のウィークポイントというか、まあ、自分たちがオフェンスをしてての、まあ、相手のウィークポイントをつくことがあんまり、まあ、考えてできなかったんですけど、今日はどこがその相手、まあ、自分たちがそのよりいい状況でシュートを打ってるかっていうのを、まあ、全員が共通理解があっていいオフェンスが組み立てられたと思うので、まあ、最後の局面はあのリバウンドとか、まあ、ルーズボールとかっていうのを、まあ、みんなより集中してやったと思うんですけど、まあ、オフェンスでもその焦ることなくどこを使ったら、まあ、相手が嫌がるかとかっていうのを、まあ、本当に全員が考えてオフェンスをもう組み立てられたのかなと思います。はい、では遠藤選手は以上とさせていただきます。ありがとうございました。